この取り組みは2011年から毎年行われているもので今日は県内の造園業などで構成する協会から船橋市におよそ200株のゴーヤの苗が贈られましたゴーヤの苗はおよそ2か月で4メートルから5メートルほどの高さまでつるを伸ばすということで建物の窓を覆い日光を遮る効果があることから 緑ののカーテンの役割が期待されています船橋市は2050年までに CO2 の排出量を実質ゼロとすることを目標としていて苗は市内の小中学校など合わせておよそ20校に配られる予定です船橋市の担当者は今年も非常に暑い夏が予想されるゴーヤで涼んでもらい 環境を考えるきっかけになればと話しています。